初の必修科目さ。キャサリン来たぞ。何か新鮮味のある依頼とかないか。一番コスパのいいやつで頼むぜ。やる気をアピールしてるだけなんだから別にいいだろ。もう長い付き合いなんだし。お二人は相変わらずお元気ですね。さすが冒険者協会の貴重な助っ人さんです。ちょうど緊急依頼があるのですが、ただ依頼人が提供できる報酬を考えるとコスパのいいものとは言えないかもしれません。真に受けるなって冗談だから、とりあえずどんな状況なのか説明してくれよ。簡単に申し上げると、依頼人は自らの劇団に所属している役者の欠員を埋めるためミュージカルの役者を探しているのです。しかし劇団の運営状況は芳しくなく、ギャラすら払えないそうで。確かにそれは無理難題だな。要するにそいつらは役者のボランティアを探してるってことだろ。はい、冒険者づてに多くの役者さんに依頼したのですが、手を差し伸べてくださる方は一人もいらっしゃいませんでした。公演日はどんどん迫ってくるのに、助っ人が見つからなければ延期せざるを得なくなるでしょう。そしてそれはさらなる問題を呼び寄せ。事情は分かったぞ。どうする、旅人、何か考えはあるか。手伝ってやりたいけど、オイラたちミュージカルなんかできないもんな。もし手伝いたいお気持ちがあるようでしたら、依頼人はそちらですから直接話を聞いて差し上げてください。舞台に上がって役者になることはできなくても、他に解決策はないかアイデアを出すくらいはできるかもしれませんよ。あいつだったのか。道理でしかめっ面をしてるわけだ。おう、そうだな、行こうぜ。こんにちは。ミュージカルの役者を探してるんだってな。おお、君たちのことは知ってるよ。まさか僕の依頼を受けてくれるのか。え、オイラたちもうフォンテーヌに名を馳せちゃってるのか。でも残念だけど、オイラたちはミュージカルなんてできないんだ。お前が急いでるって聞いて一緒に解決策を考えようと思っただけだぞ。そうか。いや大丈夫だ。やっぱりギャラなしなんて空想の話に過ぎないよな。穴埋めができる敵役が見つからなければ今回の公演は諦めるしかない。へえ。知らないかもしれないが、うちはさほど目覚ましい劇団じゃないんだ。いかにも場当たり的な寄せ集めの劇団でね。舞台や小道具も質素なものばかりで、観客が僕たちの芝居を見に来てくれただけで満足っていう感じなのさ。もし儲けることができてれば劇団だって解散には追い込まれなかったはずだ。解散？お前ら解散するのか？ああ、
冒険者協会から聞いてなかったのか。実はこれが僕たちの最後の公演で、この公演が終わったらみんなそれぞれ別の道を歩み始める。だからこれが予定通り行われるっていうのは僕たちにとって特に重要なことなんだ。誰もいい加減なピリオドは打ちたくない。これまでずっと苦労して汗を流してきたんだからね。ああ、うちの主演女優は幼い頃から持病があって、発作を起こすと全身の力が抜けてしまうんだ。最後の公演に出ることはもはやできっこない。彼女が出演しなければミュージカルは色褪せてしまうだろう。でもせめて他のメンバーたちは円満に幕を引けるよう、僕は予定通りに開催したいと思ってる。なるほどな。そういうことならオイラたちも方法を考えてみようぜ。スポンサーとしてモラを代わりに出すとか、旅人、懐にまだ余裕はあるか？1 million モラ。いやいや、とんでもない。そんな大きな借りを作るわけには。それに絶対返せる保証もないし。確かにそうだな。金目当てのやつを連れてきちゃったら共同でいろいろするのにも問題が多くなりそうだし、ここはやっぱり一番の敵役を探さないとな。あ、そうだ、あいつならいけるんじゃないか。ひひ、オイラたち心が通じ合ってるな。今ならあいつは暇を持て余してるはずだぜ。あいつ演技は得意だし人気者だったよな。ミュージカルへの出演なんてきっとちょちょいのちょいだろ。誰か思いついたのか、有名な人か。君、冗談だよな。冗談なんかじゃないぞ。あいつ実際に舞台に立ったことがあるかどうかは知らないけど、オイラの勘がこう言ってる。あいつなら絶対得意だってな。それは確かにその通りだが、フリーナ様は昔数々の王道演劇に出演なさってたからね。それはあの方の人気の一因でもある。でもたとえあの方が水神じゃなくなったことをみんなが知ってるとしても、やっぱり一般人に分類することはできない。なんたってフォンテーヌにはまだあの方のことをアイドルだと思っている人が数多くいる。僕だってそうさ。だからうちのような劇団はあの方にふさわしくない。でも分かったよ。もしもフリーナ様が受け入れてくださるのならこれ以上嬉しいことはないしね。劇団のみんなもきっと喜ぶと思う。うちのメンバーはみんなフリーナ様と共演したいって夢を持っているはずだからね。でもそれ以前にあの方が興味を示してくださるかどうか、ご自身の価値への影響をどう考えられるかが肝要だが。そこは心配しなくていいぞ。オイラたちが交渉すればわかることだしな。それに今のあいつは
昔みたいに常に偉そうな姿勢を保つ必要はなくなったんだ。本当にありがとう、手伝ってくれて。僕はここで朗報を待ってるから頼んだよ。そういえばフリーナのやつ、前はあの豪奢なパレメルモニアに住んでたんだよな。どこに引っ越したんだ？それならあの方の今の住所を知っていますので教えて差し上げましょう。うわあ、いつからそこにいたんだよ。解決の糸口が見出せたようでしたので、力になれることがないか見に来ました。依頼人を危機から救うのも私の仕事ですから。みんな本当に本当にありがとう。よし、住所も分かったことだし、行ってくるぜ。フリーナ様だなんて、やっぱりちょっと大げさじゃないかな。そう身構えなくても大丈夫ですよ。まずはお水でもお持ちしましょうか。キャサリンが教えてくれた住所って本当にここで合ってるのか？今こんなところに住んでるのかよ。あ、いや別にここが悪いって意味じゃないぞ。ただあの立派なパレメルモニアと比べると落差が大きすぎるっていうか。他人の新居にケチをつけるなら、まずは本人がそばにいないかどうか確かめてからの方がいいと思うよ。最近は突然現れるのが流行ってるのかよ。お前といい、キャサリンといい。僕はただの買い出しだけど、家にあったパスタを食べきってしまったから大袋をいくつか仕入れてきたんだ。前はもっといろんな食べ物の選択肢があったけど、今はこういうシンプルで伝統的な食べ物もなかなか美味しいと思っているよ。いや、全然。何種類かソースを用意して、まずは1週間トマトソースで食べる。次の1週間はミートソースで食べるんだ。ごまかしてるようにしか聞こえないけど。ちょ、失礼だね君。僕の料理の腕を疑うなんて。どうせ外に出たところで何もすることはないし、一日中家にいるんだ。簡単なものを食べるようになってしまうのも仕方ないだろ。大体フォカロルスのためににしたって、ぷくぷくシュークリームにしたって、その気になればすぐマスターできるさ。これ見ろ、やっぱりまだできないんじゃないか。今だけだぞ、今だけだ。というか君たちは何しに来たんだ？まさか僕の落ちぶれた日常をただ見物に来たわけじゃないだろうな。先に言っておくけど、うちには誰も招待しないぞ。用事がないならさっさと帰れよ。もうごめんって。とりあえず落ち着いてくれ。
ねえよ。そうそう、旅人の言う通りだぞ。決してお前を笑ってるわけじゃないんだ。っておい、お前も散々言ってたくせに。僕にかい？今の僕は水神じゃないどころか神の目すら持ち合わせていないんだ。そこを忘れるなよ。そうじゃなくて、その規模は大きくないけど、特殊な事情でお前の力が必要なんだ。おお、君たちの態度について指摘しようとも思ったが、そこまで言うなら、まあ水に流そうじゃないか。それで話してごらん。一体どんなことだい？なるほどね。冷やかしのためにわざわざ訪れたわけじゃないだろうとは思っていたけど、何しろ僕はかつてフォンテーヌで最も輝く大スターだったからね。舞台の上で行われるあらゆることに精通している。もちろんミュージカルもだ。あー、だが今となっては謝罪の言葉を口にするほかない。出演は無理だ。なんでだよ。今聞いた感じだとお前にとっては朝飯前じゃないのか？まあね。でも僕はもう舞台には立たないと決めたんだ。水神を演じるという役割はもうやめたけど、歳月の檻は簡単に消えるものじゃない。何百年もの時間があれば、再び誰かを作り直すことはできるだろう。たとえ元の僕がそうじゃなかったとしても。もちろん、こんなことを言ったってもう後の祭りだし、僕も今更これまでのキャラから抜け出すつもりはないよ。でも少なくともこれ以上他人を演じたくない。オイラもお前の気持ちは分かったぞ。でも一時的な代役なんだ。それもダメなのか？時間や量の問題じゃない。僕はこれを機にしっかり区切りをつけるべきだと思っている。決定そのものを覆すことができるのなら、それは最初から退路を確保していたようなものだろ。だったら花から決めない方がマシだ。だからこの件に議論の余地はない。おい、そこまで言うのなら分かったぞ。でもそしたら劇団の方はどうすればいいんだ？このまま解散するしかないのか？フリーナ、誰か他の役者に心当たりないか？ないね。即答かよ。僕は人間関係をうまく維持できるような人間じゃないぞ。それにあいつらもきっと昔は僕に散々振り回されたと思ってるだろうし。
今の僕はただの一般人だ。彼らに何か要求したりすればきっとこっぴどく嘲笑われるだろう。それはそうだけど、ギャラなしの出演なんて頭をペコペコ下げて頼むしか。いやいや、想像しただけで恥ずかしい。絶対にダメだ。じゃあ他に方法はないか。依頼人にとってはめちゃくちゃ重要な公演なんだ。僕の言ってることの意味をまだ理解していないのかい？君たちの進む方向は最初から間違ってるよ。僕は手伝いたくないし、手伝えないんだ。わ、すまない、少し言い過ぎた。僕だって役に立ちたいさ。でも方法があったらとっくに教えてる。大丈夫だ。オイラもただもう一粘りしてみたかっただけで。はあ、劇団のやつらはきっとがっかりするだろうな。そうだな、そうするしかなさそうだ。じゃあオイラたちは行くぜ、フリーナ。うん、それじゃあ僕は帰ってゆっくり休む。質問に戻るけど、どうして勝手に私の代役を探してるわけ？出演できないって私がいつ言った？君が口にしなくても僕たちは分かってる。もう長い付き合いなんだ。それにたとえ体が辛くても君は絶対に言わないだろう。つまりあなたは私の代わりに判断を下してくださるってわけね。お二人が離れてから間もなく、劇団の看板女優も冒険者協会にいらっしゃったんです。彼女はご自分の体調が公演に影響を及ぼすことはないと考えているようです。お邪魔してすみませんが、心のわだかまりはひとまず脇に置いておいていただけませんか？依頼を受けたまわった冒険者が戻りましたので。すまない、不測の事態が発生してね。そっちは順調か？フリーナに会ったけど、あいつを説得できなかった。個人的な事情があってこの公演に参加したくないみたいなんだ。そうか、今の状況から見ればそれも悪い知らせじゃないかもしれないな。肝心のメインキャストがまた舞台に立てるようになったんだ。オリジナルメンバーで演じられるなら当然それが一番理想的だからね。言われてみれば確かにな。絶対はちゃめちゃに怒っておいらたちをこっぴどく叱りつけるよな。
フリーナ様ってそんなに怖いお方だったの？ただの冗談だ。気にするなって。とにかくこの件は完璧に解決したってことだよな。依頼内容を達成できなかったから帰り道もずっと代案を考えてたんだぜ。ひひひ。まあこれ以上いさかいを続けても意味がないし、君がそういうのなら他の役者を探すのはやめよう。だがこれは最後のチャンスだぞ。もし体の方にまた何かあれば、今度こそ代役を探すのに間に合わなくなる。君はちゃんと舞台に立てるのか？最後の公演はみんなが注いできた心血の集大成なんだ。その重さをよく考えてくれ。もちろん今回先生からいただいた特効薬はよく効くの。きっと公演の日まで耐えられるわ。私だって長年の劇団生活にきちんと別れを告げたいもの。土壇場で外されるなんて嫌よ。みんな劇団を家だと思ってるわ。もちろん私だって。はあ、すまない。今回は僕が焦りすぎてた。まずは君の許可を得ないといけなかったね。できたならよかったぜ。公演はきっと大丈夫だ。え、どうかしとこ？え、いや、僕は買い忘れたものがあったのを思い出したから、それでたまたま通りかかっただけさ。わかったわかった。自分で歩くからもう引っ張るなよ。その皆の衆、元気だったかい？君たちの会話が偶然聞こえてしまってね。フリーナ、お前帰って休むって言ってなかったか？どうしてこんなとこにいるんだ？それはやっぱりこっちの状況がちょっぴり心配になったんだ。そう、少しだけ。さっき君たちが僕を訪ねてくれた時、僕は自分の主張を表明しようとやや焦ってしまい、厳しめに返してしまった。事情もよく把握してなかったのに。それで後になってちょっと後ろめたい気持ちになったというか。すまなかった、パイモン。ひひっ、いいっていいって。全然気にしてなかったぞ。君ってやつは本当に一番答えにくい質問を選んでくるよね。あれだけ厳しく断っておきながらまだ気にしてたなんて、すっごく決まりが悪いだろ。さらに最悪なことに捕まってしまうだなんて。でも何にせよ問題はもう解決したように聞こえたけど。ええ、フリーナ様にお願いすると聞いて最初は本当にびっくりしましたよ。そんな僕たちなんかが本当に共演していいのかってね。
そんな風に考える必要はないし、僕をそんな風に呼ぶ必要もない。フリーナでいいよ。さっきも思ったけど、劇団のことをそれほど大切に思っているなら、どうして解散しなければならないんだい？経済的な理由だけなら解決策はあるはずだ。例えばしばらく公演を中止してスポンサーを探すとか。みんな仲がいいなら力を合わせて困難を乗り越えればいいだろう。ああ、やむを得ないことでなければ私たちだって。誰もそんなことは望んでいませんから。団長がいなくなってからというもの、劇団は心の支えを失ったかのようになってしまい、どんどん状況は悪化していきました。団長のアレリーは劇団の創設者であり、連続少女失踪事件の被害者の一人でもあったんです。え？それも僕がこのお二人を知っていた理由です。君たちの努力のおかげでこの事件の真相は公になった。しかし残念ながら、罪人が叱るべき罰を受けたとしても団長が戻ることはありません。彼女はフリーナ様、フリーナさんの忠実な観客でした。あなたが見せたパフォーマンスがきっかけでミュージカルの道を歩んでいたんです。彼女は居場所を失った人や自らの志を実現できずうつうつとしていた人々を説得し劇団に招き入れました。そして自ら台本を書き、自ら出演し、私たち一人一人を指導してくれました。あの頃は私たちの公演を好んで見てくれる人もたくさんいて、劇団もどんどん栄えていきました。しかしその後事件が起きた。ええ、それからというもの劇団は完全に混乱状態に陥ってしまいました。僕たちは創作も経営も何一つできなかったんです。どんなに頑張っても苦労して築き上げたものは少しずつ崩れていくばかり。素敵な思い出がバラバラになっていくのを指をくわえて見ているくらいなら、ここで潔く終止符を打った方がいいのかもしれないと思いました。そうだったのか。まさか多くの被害者の中に才能にあふれた一般の芸術家がいたとは。最後の公演は君たちのカーテンコールであるだけでなく、彼女への最後の贈り物でもあるのだろう。ええ、その通りです。私たちはみんな彼女のことが恋しいんです。ついてきてよかった。君たちがそのように不幸な境遇にあったというなら、僕もこれ以上見て見ぬふりはできない。自分が定めた原則を破ると言っているわけじゃない。それにもう代役を探す必要はないからね。だが経験豊富な観客として、僕はパフォーマンスの面からちょっとしたアドバイスや手助けができるはずだ。当然君たちに助けが必要かどうか、それ次第だけどね。もちろんです、
フリーナさんにご指導いただけるなんて願ってもないことです。でもギャラはお支払いできませんが、それでも差し支えありませんか。そんなもの僕には必要ない。どうしても感謝の気持ちを示したいって言うなら、あの団長の物語をもっと教えてよ。歌劇場を離れて気づき始めたんだ。高いところにドーンと座ったままで見下ろすだけじゃ、偏ったものしか目には映らないってね。あくまで法が裁くのは罪だけで、感情を推し量ることはない。判決が有罪無罪の争いに決着をつけるというならば、当事者たちのあふれんばかりの感情は最終的にどこへ行き着くというんだろうか。面白い発想だね。だが僕は、感情はやがて人々の心に戻り、時間の経過とともに徐々に淀んでいくものだと思う。彼らの団長への思いと同じようにね。これは僕がかつてこの目を通して見届けられなかったものだ。今はよく見ておきたい。お前ってやっぱり劇でしか聞かないようなセリフを言うのが好きなんだな。実はただのにぎやかし好きなんだろう。これは昔とは違うぞ。はあ、まるで猫にモラだな。張り合いのない猫じゃなくてパイモだぞ。君はどうだい。たまには冒険の足を止めて物語を聞くのも悪くないと思わないかい。本当にありがとうございます。団長は昔からフリーナさんのパフォーマンスが本当に大好きでした。僕たち団員もみんなそうです。では僕たちの稽古場まで案内しましょう。狭いところですが、どうかついていらしてください。だから言ったろ、あいつらは信じてくれなかったな。紹介するよ、フリーナ様。あ、フリーナさんはこれから劇団の顧問として水の娘の公演に参加してくれることになった。それからこちらのお二人は僕たちのために橋渡しをしてくれて、フリーナさんを招いてくれた。みんなも顔は知ってるんじゃないかな。ああ、あの審判の、みんな知ってるぜ。もう見事だった。団長の仇を討ってくれて本当にありがとう。いやいや、今回オイラたちは興味本位でついてきただけだぞ。さっき言っていた水の娘というのは？それが私たちの最後の演劇なんです。団長の残した、彼女が完成させられなかった作品です。それを舞台上で成功させられれば
私たちが抱える最大の心残りはすっかり晴らされるでしょう。待てよ、完成させられなかったってことは。そうなんだ。この夢を叶えるのは至難の業と言えるだろう。まずは水の娘がどんな物語かお話ししましょう。物語の主人公は幼い純粋精霊です。彼女は家族の忠告を無視して自らを人間の姿に変えました。人のように暮らすことを渇望し、友情と愛情を順調に手に入れてゆき、全てが円満のように見えました。しかしある日、正体がバレてしまい、事態は急変します。ここまではなかなかクラシックな展開だな。で、その後は？そこが私たちの直面している難題の一つで、団長はここまでしか書いていなかったんです。劇を披露するには結末を書かねばなりません。でも具体的にどう続けていくか意見の相違があって。そう、楽しい再会の日を迎えるといった結末にするべきか、それとも現実的な意味合いを含む悲劇にするべきか、なかなか決まらないんです。現実的な意味合い、それは団長が突然姿を消したことを言っているのかい？ええ、現実というものは芸術によって加工されたものよりもずっと不合理ですから。でも舞台を利用して私たちの苦しみをそのまま観客に伝える必要はあるのかと問われれば、それはまた別の話です。その通り、多くの人はただ気晴らしのために舞台を見るんです。舞台に立つ僕たちが彼らの気持ちを無視するわけにはいきません。それともう一つ、メインをやる二人の役者がまだ劇団に戻っていないんです。一人は主人公の恋人役を演じるポール。彼は暫定的な結末を作るために蟄居中だったんですが、約束した日時はとうに過ぎています。もう一人は重要な悪役を演じるビルマントです。けれど彼は団長が失踪して以来一度もフォンテーヌ邸に戻っていません。最後の公演に参加するって手紙だけは届いたんですが、今に至っても姿が見えなくて、一体何を考えているんだか。でもまあ、今回フリーナさんが手伝ってくれることになったわけだし、これを機に彼らを呼び戻せるかも。これを機に？お気づきでないかもしれませんが、あなたの名前は私たちにとって大きな影響力があるんです。団長はいつもあなたの名を口にしていました。僕たちにとっては本当に模範のような存在なんです。そう言われると何やら照れてしまうな。まあそういうのは嫌いじゃない。でも二人がなかなか帰ってこないのは、公演の進むべき方向がはっきりしていなかったからじゃないのかい？つまりはみんな多かれ少なかれ成功を疑っているんだ。今公演を阻むものは一つずつ取り除かれ始めた。そろそろ
彼らを呼び戻す時だ。ええ、その通りです。それではまず一番大切な部分、ポールがどこまでかけたかを確認しましょう。彼は何日か前にポアソン町に帰ったんです。友人の家に泊まらせてもらえば心が落ち着くし、孤独に苛まれるのを避けられると言っていました。この前ポアソン町は災害に見舞われたでしょう。彼の友達も今は忙しいだろうし、そっとしておいてほしいんじゃないかと僕は思ってたんですが、実際は逆のようでした。そうだな、話し相手が必要だったのかも。ポア村長、いや、なんでもない。彼を元気づけるには僕が必要なんだろ。ならば行くとしよう、ポア村長へ。急にプレッシャーが大きくなったな。しっかり準備しとかないと。君たちプア村長へ行ってポールに会うんでしょ。道中気をつけてね。劇団の方は私たちに任せて。記憶が正しければ彼はここにいるはずです。あの、どちら様で。僕だ。台本はできたか。なんだってこんなところまで追いかけてきたんだ。まあまあ、それは置いといて、まずは外に出てきてくれ。いい知らせがあるんだ。信じるかよ。しばらく待っててくれ。もう締めを書いてるところなんだ。完成したら出ていくよ。わかった。対策を期待してるぞ。どうやら予想通り原稿の締め切りは先延ばしになってしまったようだね。それでも結末はこの演劇の中でとても大切なところですから。彼が書き終えた台本には出演者全員が目を通します。みんなが賛成して初めて結末として採用されるんです。人捨てに来てるって聞いたんだけど、やっぱり人違いじゃなかったか。でもまさか本当にあんたたちだなんてね。それにフリーナまで。やっぱりこうなるのか。ポールを探してるみたいね。もしまだ時間がかかるんなら街を自由にブラブラしてていいよ。全部手配済みだから。なあ、お構いなく。僕たちはここで。それじゃあお言葉に甘えさせてもらうわね。街を見て回ってみるわ。お声掛けありがとう。ちょっと来て、空気を読みなさいよね。
近はここの状況も少しは良くなってきているのか。徐々に回復してきてるってところかな。でも多くの人の心の傷は一生治らないかもね。すまない、僕も何かしてやりたいとは思っているんだが。いいっていいって、私たち会うたびにこんな重い話をしなくちゃいけないの。辛くて苦しい記憶なんて誰にでもある。でもそれに気をされて息が詰まるような思いをしてなきゃなんないわけじゃないでしょ。あんたも一からやり直すつもりなんだったら過去のことばっかり口にしてちゃダメよ。慰めの言葉ありがとう。確かに一理ある。でもせめて今は真剣な気持ちで接したいんだ。構わないよ。実際に一歩を踏み出すのは私が言うほど楽なことじゃないってことくらいは知ってる。私がここに来たのもあることを伝えたかったからよ。今までの災害に対する水神の無策を誰もが許してるわけじゃないってことをね。不要なトラブルを避けるために町の人にはあんたたちは劇団のメンバーで、あんたはフリーナを演じる役者だって伝えてある。万全とは言えないけど、これである程度は自由に動けるはずよ。お前、そんな気遣い屋さんな一面があったんだな。なにその言い草。スピナディロースらの会長はいつだって果敢で行き届いてるでしょ。じゃあ私は先に行くから、ちゃんと彼女のそばにいてあげてね。さて、上に行ってみるとしよう。僕には心の内を打ち明けられる友人がいない。彼女の言う通り、君たちのそばが一番いいのかもしれないな。ナビアの配慮にはとても感謝してる。正直僕も心の準備ができているかと聞かれるとわからない。逃げることは往々にして一番手間のかからない選択肢だが、それは何の問題の解決にもならないし、ハードルを乗り越える手助けにもならない。通りでポワ村長の話になるとためらってるっぽかったんだな。ああ、怖くないと言えば嘘になる。それでも僕はもう一度ここに来るべきだと思った。前に言っただろ、この目で見届けられなかったものを見ておきたいんだ。もしここの人々が僕を許してくれるのならきっと僕は嬉しい。でももし彼らが暴言を吐いたとしても僕は全てを受け入れるつもりだよ。ああ、僕も見られているのは感じている。彼らは
水人の服を着てポア村長に来ること自体がここの住民に対する一種の不敬行為だと考えているのかもね。僕はかつて誰かに視線を向けられるのが怖かった。特に疑われたり恨まれたりする時だ。僕はまだ準備ができていなかったらしい。お前、自分に対して案外厳しいよな。それはどういう意味だい？まさか君の目に映る僕はひたすら隠れて責任から逃げることしかできないと？おいおい、人がだんだん増えてきたんじゃないか？ここには長くとどまらない方が良さそうだ。スピナディロースラの巨船、あそこからならこの街の全貌が見えるだろう。行ってみよう。ごめんね。君たちはお散歩気分だったかもしれないのに、重い話ばっかり振って。気にするなって。こういうフリーナを見れるのもなかなか新鮮だしな。うん、ありがとう。もう少しだけ付き合ってくれ。君たちなら薄々気づいているかもしれないけど、僕が過去の自分を受け入れようと思えなかったのは、僕があまりにも長い間苦痛と孤独に耐えてきたからというだけじゃない。船のそばに行くと水が徐々に上がっていく光景がフラッシュバックするんだ。命は次々と水に溶け、ポア村長の住民が大切にしてきた暮らしと思い出は野に帰した。神の庇護のもとにいるのだから、厄災が訪れる前には強い存在が立ちはだかってくれるのだと人々はそう信じていた。僕も彼らがそう信じられるよう芝居をずっと続けていた。でも本当に水が上がってきた時、水神は何もしてあげられなかったんだ。そんなこと言うなよ。あの時はお前だって自分の役目があっただろ。真実を守るため、僕はずっと同じことを繰り返してきた。でも、そうすればそうするほど、僕は苦しくなり、孤独になっていったんだ。次第に、真実以外の何もかもを失っていった。僕は完全に失敗して、自分の場所に座ったまま泣き崩れることになるのが怖かったんだ。幸い君たちや多くの英雄の助けがあったから、最悪の結末は避けることができたけどね。誰もが責任を背負い、そして僕は自由を取り戻した。
くよく考えてみたら、自由とは必要とされないことを意味するわけだ。だって僕はもう何の役にも立たないんだから。お前がそんなことを考えてるなんて思わなかったぞ。報酬？はあ、うん、そうだね。相談相手ができるだなんて昔は想像もできなかったよ。重大な秘密を守る必要があったからね。他人が本当の僕に気づきやしないか、とても怖かった。それなら舞台上のフリーナを信じればいい。それが民の信頼すべき姿だ。だからこそ僕は日々において好奇心や内から発する感情を人に感づかれてはならなかった。僕がこの前人間関係をうまく維持できないと言ったわけが、これで分かっただろ。そうだったのか。オイラはてっきりお前の性格が嫌われやすいだけだと思っていたぞ。今日はやけに横槍を入れてくるな。君のそういう話し方こそ嫌われるんじゃないのか。ああ、かつての僕には真実しかなかった。今、ようやく解放されて、まだこれからどこへ向かうかはわからないけど。選択する資格が僕にはあるんだ。さて、そろそろ帰ろう。台本も書けた頃合いだろうしね。お、そうだな。行ってみようぜ。もう、言ったでしょ？そんな姿なんだから、もう揚げ物は控えなさいって。なのに、またあんなにたくさんフライドポテトとフィッシュフライを平らげるなんて。スピナディロースラのボスって気前がいいよな。何でもただでご馳走してくれるなんてこんなチャンス無駄にするわけにはいかないだろ。僕は君と違って役のためにスタイルのことを考える必要もないんだし。役の話なんかしてないでしょ。もう少し健康を気にしたらどうなの。こっちは毎日病気に苦しんでるのよ。あなたが体を大切にしないのを見るとそれだけでムカついてくるの。はぁ、あの二人また喧嘩してるぞ。しばらく休戦してくれないか。ああ、君たちか。こんな親切な歓待を受けられるのも君たちのおかげだよ。あと少しで終わるみたいだから、もう少し待ってください。じゃあ雑談でもしてようぜ。そうだ、キャラの話だけど、ドロフィーがやるのは純粋精霊が変身した人間なんだろ。で、
お前は？僕か。僕も純粋精霊の役さ。本来は鶴の姿だったんだけど、服が合わなくなってイノシに変わったのよ。ごめんイノシシもなかなか面白いよ。確か幼い純粋精霊の育ての親だったよね。はい、イノシシは心を込めて幼い純粋精霊にこう語りかけるんです。人として生きるというのは秘密を隠し苦痛を味わい孤独と共に歩むこと。それでも君はそれを望むのかい？その話なんだか。これはシナリオの核心をついたセリフで、まさに団長の人生そのものですよ。あの方は劇団の苦悩の一面を私たちに見せず、ただ純粋に演技を楽しませてくれました。彼女が離れた後、劇団の運営がどれほど難しいことか、私たちは初めて身をもって実感しました。この前君は家と言っていたね。ええ、私は生まれてすぐにこの奇病にかかってしまったので、家族は治らないことに気づくと私を捨てたんです。薬を買うために一人働き、発作が起きると路地に何日も横たわって、物乞い同然でした。でも声がいいから歌を習ってみないかと団長が声をかけてくれて、私ははいと答えたんです。歌や演技を教えてくれただけでなく、薬まで買ってきてくれて、病気の時は面倒も見てくれて、彼女にとっては全部大きな負担だったと思います。本当にすごい人だったんだな。そうなんだ。団長は劇団と団員に心血を注いできた。僕たちは全員彼女を誇りに思ってる。僕もあの頃は同じようなものだったよ。僕は殺人犯の子供でさ、幼い頃から親の世話を受けず孤児院に預けられてた。周りの奴らが毎日喧嘩を売ってくるんだ。殺人犯の子供なんだから喧嘩にも強いだろってな具合にね。その実絶好のいじめの標的だっただけなんだろう。結局殴られることに耐えられなくて逃げ出した。当時は世の中にはクズしかいないんだと思ってたよ。団長に出会えてよかったね。はい、あの時から僕は解散するまでずっと劇団に残るって決めてたんです。結局その日が本当に来てしまうとはな。はあ、やっと完成したか。さあ紹介しよう。こちらは今回の公演で顧問をしてくださるフリーナさんだ。僕の見間違いか。あんたら
いつの間にそんなにすごくなったんだ。そう驚かなくとも、僕はただ劇団と団長の物語に深く心を動かされて力になりたいと思っただけさ。オイラたちも同じだぞ。そうだとしても、あ、悪い、ちょっと落ち着くよ。今何の話をしてたっけ。ああそうだ、台本だ台本。まず今回のバージョンでストーリーがどう展開されるかを説明しないとな。これまでのストーリーはみんなもよく知っている通りだ。幼い純粋精霊は家族の忠告を無視し人間になった。その後彼女は賑やかに栄える都市で友情と愛情という収穫も得たが、予期せぬ出来事に見舞われた。住民たちは突然周辺の淡水が消え、土地が乾き植物が枯れていくことに気づいたんだ。異常を察知した人々はパニックに陥った。水の娘コリオは恋人と共に責任を持って事件の真相を調査しに行った。その結果、人間の長年の浪費と汚染のせいで淡水は意志を持つかのようにこの地から逃げ始めていることが分かった。つまり水に意識があるってこと？水に意識がある、そんな風に描かれた物語は数多くあるけどね。主人公は純粋精霊だから水の考えを瞬時に読み取った。そして彼女は自分の正体と事件の真相を全て恋人に打ち明けたんだ。恋人は彼女を受け入れ、淡水を元の場所に戻す方法を共に探そうとした。しかし同時にそれを盗み聞きしていた奴がいた。そして水の娘は淡水を奪った罪人とみなされジレンマに陥るんだ。それから？それから水の娘は身を挺して自らを犠牲に彼女の恋人と全人類を救ったのだった。え？コリオは人間から悪いやつだって思われてるんだろ？なのにどうしてまだ人間を救おうとするんだよ。彼女は主に恋人と彼女の味方になってくれた人々を救いたかったんだろう。恋人への死亡を人類への友愛に昇華することもまた物語の主人公としてのコリオの偉大さであるということか。私が気になるのは違うところなんだけど、水の娘の主人公は団長を象徴するっていうのは分かってるわよね。彼女は最後まで英雄になれなかったのよ。団長を記念するなら当然本当の結末を記録するべきでしょ。水の娘は憎しみによって死に至り、彼女を深く愛した者は真実を解き明かすことをやめ人類は滅亡する。お、しかしその結末は残酷すぎる。それに観客に対しても少し無責任だろう。ああ、アレリー団長の遭遇と同じで
そんなものは無価値だし、意味がわからなさすぎる。事件が起きた日、団長は突然僕たち全員に、まずはフォンテーヌ邸を離れて、町の外で彼女を待つように言ったんだ。約束の場所でずっと待っていたけど、ついに団長は来なかった。そして僕たちが帰った時、彼女はすでに行方不明になっていたんだ。警察隊員も僕たちも彼女を見つけることはできず、結局様々な手がかりは彼女が連続少女失踪事件に巻き込まれたことを示しただけだった。団長はこの世で一番いい人だったのに、全く関係ない不可解な実験の犠牲者になってしまうなんて。うぅ。でも君たちに町の外に隠れろと事前に知らせたのなら、彼女はきっと何かに気づいたんだろう。僕はその後ずっと調べてきたけど、手がかりはほとんどなかった。ビルマントなら何か知ってるかもしれないけど、あいつ全然教えてくれないんだ。ビルマントというと悪役を演じる役者だったね。ええ、悲しみから抜け出すのが一番難しいのは彼だと思います。悲しみ？あいつはただ罪悪感を抱いてるだけだよ。悲しみといえば僕に勝るものはいない。なぜなら、劇の中でも外でも、僕はアレリーを心から愛していたんだから。そうだったの？初耳だけど。そろそろ頃合いかなと思ったんだよ。もしお互いにまだ抱えた秘密があるんなら、合意に達するのなんか無理だろう。僕は昔、アレリーに愛を告げた。ほぼ即答で拒絶されたけどね。劇団にいるみんなは弟や妹のような存在だから、男女の情なんて一切考えたことがなかった、と彼女は言った。アレリーならそう言うだろうなと予想してたから、僕は平気だと返した。ずっと劇団で彼女を待っていると伝えたんだ。あいつが劇団のことで悩む必要がなくなり、ここにいる全員が居場所を見つける、その日まで。その時が来ればアレリーも僕のことを考え直せるだろう。でも結局、そんな日が訪れることはなかった。ポール。だから僕の台本では、アレリーは最高の結末を迎えなきゃいけないんだよ。誰が反対したって無駄だぞ。どうやらあなたとビルマントの間に起こったことについては直接会って聞くしかなさそうね。実はこれまで結末に対する意見の相違が一番大きかったのも二人なのよ。どちらかが相手を説得しないといけないわ。もうここまで来たらそいつを探すしかないよな。君、真実に直面する準備はできたかい？正直ちょっと怖いけど、最後の公演のためなら何だってやるさ。フリーノ様、
もしかしてあんたは僕の気持ちが理解できるのか？ああ、もちろんさ。さあ、出発しようじゃないか。こんな道を。ドルフィー、体は大丈夫か？まずは自分の心配をしたら？まさか進路を邪魔してくるやつまでいるなんてな。あんまり穏やかな道じゃなさそうだぜ。別に心配はいらないさ。旅人がいるんだから迂回なんて選択肢はないだろ。どうして僕を見るんだよ。まさか僕も戦闘に参加しろなんて言わないよね。あ、いえ、ただ単にフリーナさんが直々に手を下されるところは見たことがないので、ちょっと気になっただけです。おいおい、忘れたのか。水神様は神の力のすべてをフォンテーヌ邸に使われる立証混合エネルギーに転換した。そうご本人が直々におっしゃっていたじゃないか。そう、今はもう水神じゃないから神の力も消えてしまってね。悔しいけど今はおとなしく守られる側に回るしかないかな。別に自慢するようなことでもないのに、めちゃくちゃ誇らしげだな。なんかムカッとくるぜ。こういう状況は経験豊富な冒険者に頼るのが一番だ。残念だわ。目の保養になりそうだったのに。悪いね。頼むよ。安心しろ。パパッと片付けてやるぜ。料理の時間だよ。すごいすごい。名を馳せるだけのことはあるね。ありがとう。これで引き続き前に進めるわ。ビルマント、いるか？ん？お前ら。で、なんでフリーナ様がここに？私が説明するわ。もうあなたで最後だしね。つまり団長の件の真相が分かればみんなが納得する結末を書ける、そう考えてるわけか？だが水の娘が何よりも重要だからこそ、俺は真相を公演後まで取っておきたい。じゃなきゃもう一緒に舞台に上がれないかもしれないしな。それは逃げてるだけだろ、ビルマント。それともまさかアレリーの件は君とも関係してるのか？言いたくない。いいかビルマント、僕はかつて
アレリーに恋心を抱いていたことを恥ずかしく思っていた。だから誰にも言わなかったんだ。それでもこうして君たちに打ち明けたのは、全てに向き合う覚悟ができたからだ。もちろん、全てを捧げる覚悟もね。水の娘は、アレリーの感情なしには完成しない。だからお前は気が利かないってみんなに言われるんだ。みんなも知っての通り、チケットの販売に頼らず観客からの寄付金だけで劇団を運営するなんて、そんなのは土台無理な話だ。みんな公演がないときはあちこちでバイトをしていたが、それでも運営状況は芳しくなかった。そんなある日、公演後にとある商人から連絡をもらってな。劇団の公演時に彼らのドリンクを提供するならスポンサーになってくれるって話だった。互いに利のある話だと思ったし、俺は団長と相談もせずに引き受けた。ところが、商人から届いたドリンクは、ロシって呼ばれるもんだった。それって、連続少女失踪事件の犯人が売っていた薬じゃないか。それが何箱も届いて腰を抜かしたよ。団長に説明したら、団長もすごく驚いてた。だが団長は俺を責めなかった。それどころかその商人に連絡して、その件を取り消してもらおうと交渉しに行ってくれたんだ。商人は俺たちが約束を破ったとして、多額の賠償金を請求してきた。当然ながら、そんなもの払えるわけもなかった。それで。俺は自分でこの件を解決しようとしたが、団長に止められた。これは劇団のトラブルであって、一人だけの責任じゃないってな。だがその後、相手はますます手に負えなくなった。そしてある日、団長は先に帰るよう俺たちをせかした。きっと何かあったんだと、その時やっと気づいたよ。俺は失敗した。それをお前らに言うのが怖かった。団長が失踪して、なおさら言い出せなくなった。俺がアレリーを死に追いやったんだ。どうだ？これで満足か？ちょっと、そんなこと言わないでよ！こんな大バカ野郎！アレリーに危険があると知ってて、なぜ僕たちに知らせなかった！そんな状況にまでなって、何をビビってたんだ！助けに行くべきだっただろう！自分が何をしたか、分かっているのか！落ち着いて！そうだぞ、ちょっと冷静になれって。どう冷静になれと言うんだ！こいつはアレリーを死に追いやったんだぞ！僕の最愛の人を。
何が公園のためだ。大口叩きやがって。結局は責任を負うのが怖かっただけだろうが。悪かった。劇団のみんなにはずっと謝りたかった。だが団長を失った今、そんな謝罪に意味なんてあるか。俺はただの臆病者さ。取り返しのつかない間違いを犯しちまった。殴るなり殺すなり勝手にしてくれ。せめてあの世で団長に面と向かって詫びさせてくれ。こいつ、失せろ。二度と顔を見せるな。まったく、うるさくてしょうがないね。そこまでだ。舞台の演出と劇団内のいざこざをごちゃ混ぜにしないでくれるかい。最後の公演で団長を記念したいなんて口を揃えて言っておきながら、蓋を開けてみれば双方とも感情の吐け口にしているだけじゃないか。確かに、そうだ。すまない。舞台上において主役というのは当然焦点となる。それと同じように君たちも団長を劇団の中心として扱ってきた。しかし日々において彼女が望んでいたのは焦点になることなんかじゃなかったのさ。僕は感じるんだよ。彼女の君たちに対する愛、そして劇団に対する愛をね。弟や妹たちに温かい家庭を作り、荒波から守ろうと努力していた。それこそが真に記念すべきことさ。彼女はとっくに君たちの英雄なんじゃないのかい。その通りです。よく見極めることだ。自らを顧みてこの争いが意味のあるものなのか、もう一度考えるといい。厭い合っていてどうしようもない対立がある。そんなことにとらわれるならば、いっそ最後の公演なんかやめればいい。そうして直接解散すればいいじゃないか。それをしないのは、君たちがアレリー団長や彼女が直々に築いたこの家を捨てられないからさ。どうしたんだい。何もおかしなことは言っていないよ。いえ、すみません。なんだか一瞬、団長がここにいるような気がしたんです。団長がこの状況を見たら、きっと同じように叱っていたはず。そうなのか？オイラ、てっきり優しい人なんだと思ってたぜ。もちろん優しかったわよ。でも外側の厳しさには内側の優しさが現れるものなの。彼女は数え切れないほどの美点を持った人だったわ。我に返った気がするよ。本当にすまない。ちゃんと謝ろうと思ってたのに、自暴自棄になるつもりじゃなかったんだ。まあまあ、そういう話は公演が終わってからにしよう。
結末はどうするんだ？それはもちろん、まずは舞台から一時的に降りて、感情の激流の中で何を見落としたか振り返るべきだよ。物語の結末についてはアレリー団長に焦点を戻すんだ。彼女こそが舞台における唯一の主役なんだからね。それってそう、かつて君たちは水中で連続少女失踪事件における被害者たちの遺留品を手に入れたね。もしアレリー団長が残したものを見られれば、彼女の当時の気持ちがわかるかもしれない。そんなものがあったなんて。団長の本当の気持ちを水の娘という物語の結末にするなら、みんな納得できるだろう。ええ、ではお願いします。さあ、僕たちはパレメルモニアに行こう。君たちは稽古場で良い知らせを待っているといい。連続少女失踪事件の被害者の遺留品を調べたいんですか？もうだいぶ昔の事件ですが。まあ、君たちは証拠を提出してくださった当事者ですし、特に報告はいらないでしょう。手続きが必要ですので、少々お待ちください。これがアレリー団長の残したものだ。身の回りのものを除けば一冊の古いノートしかない。セリフがぎっしりだな。大雑把に絵も描かれてるぞ。舞台道具の配置っぽいな。彼女がさらわれた後の手がかりがないか確かめよう。ん？ここ、このノートを見つけてくれた人へ、とあるな。どれどれ？なるほど。少女が解けることの真相から、相手の犯罪行為までみっちり記録していたようだ。もしも当時、このノートをしっかり調べていたなら、バシェの罪を証明する有力な証拠となっていただろうに。バシェって本当に数えきれないほどの罪を犯したんだな。彼女はきっと自分の行動が今後の調査に役立つことを願っていたんだ。ん？急にここで途切れたぞ。筆跡が次第に薄くなり、歪んできている。おそらく、体がどんどん弱っていったんだろう。その後は、いや、君たち自身で見るといい。
劇団員にとっては偉大な英雄でも、所詮はただの一般人だ。この時の彼女が、どれほどの苦痛と孤独に苛まれていたかは、計り知れない。あれ？最後の1ページ、どこかで聞いたことがあるような。人として生きるというのは、秘密を隠し、苦痛を味わい、孤独と共に歩むこと。それでも君は、それを望むの？それって、水の娘に出てくる一番大事なセリフだよな。私は、あの子たちのお姉ちゃんだから。たとえ静かに死を待つのみという状況下にあっても、後悔はなかったようだね。これこそ。団員たちが最も見たかった答えだろう。彼らの信頼、警護、そして情熱は、これ以上ないほど正しい人物に捧げられていたようだ。行こう。アレリー団長の最後の考えを、彼らにも伝えないと。として幕を閉じるに値する人だ。形式はどうあれ、彼女のしたことを観客に伝えることにこそ意味があると思う。燃え尽きる最後の瞬間まで手がかりを残そうとしたのか。たとえ自分を犠牲にしても、より多くの人を守ろうとしたのね。なら、水の娘がどの道を選ぶかは、言うまでもないわね。あなたは？過去のことはさておき、公演に参加する気はあるのかしら？謝罪の気持ちを込めて、最高の舞台を彼女に捧げよう。俺を許す必要はない。俺の気持ちもどうだっていい。これはアレリー団長の終幕なのだから。どうやら意見が一致したようだね。これはかつてないほど素晴らしいパフォーマンスになるだろう。こいつらの公演なんて一回も見たことないくせに、そんなこと言っちゃっていいのか？
僕の経験を舐めてもらっちゃ困るな。数多くのミュージカルを見て編み出した理論がある。歌で観客の心を動かすには役に入りきり充実した感情を込める必要があるのさ。だってこの世で一番面白いのは人間の愛と憎しみだからね。彼ら以上にこの芝居を成功させたい者はいないだろう。私たちを支持してくださって本当にありがとうございます、フリーナさん。時間も無駄にはできない。早速結末について話そう。なるべく早く決めないと。その前に提案があるんだけど。カーテンコールで私の名前じゃなく団長の名前を使いたいの。でもそれじゃあ。もともとこの役は団長が演じる予定だったでしょ。私はただの代役だから。これほど記念的な意味のある舞台の主役なんだもの、団長の名にこそふさわしいわ。まああんたがいいのなら僕も別に構わないけど。これこそ劇団のあるべき雰囲気じゃないか。では芝居を完璧に仕上げることは君たちに任せたよ。僕は舞台の手配をしてこよう。舞台の手配？いえ、普段の公演場所は特に予約はいりませんが。何を言ってるんだい？普通の舞台なんかじゃダメに決まっているだろう？もちろん、エピクレシス歌劇場で演じるのさ。お待ちを。いやいや、いくらなんでも豪華すぎる。何をそんなに恐れることがある？アレリー団長の物語は最高の舞台に値しないとでも？そういうわけじゃ。どうせ最後の舞台なんだろ？私はいいと思うわ。あなたたちは？返事がないってことはいいってことね。こんな機会をいただけるなんてまるで夢みたいです。本当にありがとうございます。どうか失望させないでおくれよ。もし失敗したら僕も一緒に恥をかくことになる。さあヌビレットを探しに行こう。安心して、どこにいるか分かってる。最後の一幕では音楽を止めてコリオを再登場させるのはどうかな。フリーナさんにエピクリシス歌劇場まで。
団長がいたらどんなに良かったか。もう言わないで。やるべきことはまだまだあるのよ。そうだな。まだ感傷に浸る時じゃない。成功を祈る。時の休憩だ。久しぶりだな、フリーナ殿。それから旅人とパイモンも。今日は何か用でも。歌劇場を借りたいんだ。実は。なるほど。エピクレシス歌劇場の予約手続きは少々複雑なのだが、君たちの依頼ということならわざわざ困らせる必要はないだろう。水の娘、いい物語だ。舞台で上演される日を楽しみにしている。ただまさか君が今も公演にそれほど関心があったとはね。そんなに興奮しているように見えたかい？神の座を降りてからは初めてのことだろ。もともとはこの二人への謝罪の気持ちから始めたことだったのさ。でも状況を知っていくうちにいつの間にかこうなってたんだ。今まで僕たちが法廷でやっていたことは事件への単なる意見表明でしかなかった。その背後にあったはずの劇的なストーリーなんて知らなかったんだ。これは僕自身に対する推測だけど、やっとのことで一般人になれてようやく彼らの生活に興味が湧き始めたんじゃないかな。元気を取り戻せたようで私も嬉しく思う。さて、そういったものに鼓舞された今、再び舞台に戻る気にはなれたのかな。どうして急にそんな話になるのさ。仮に水の娘の公演が大成功を遂げたとしよう。するとこれは人気の演目となり、数多くの劇団がそれを上演することになるだろう。劇中の主人公コリオの経歴や選択はまるで全て君をモデルとして創作されたかのような内容だ。ならば当然ながら君こそ最も適した役者ということになる。この機会に君の演技を皆に再び見せることができないのは実に惜しいと私は思うが。言ったはずだよ。もう役を演じることはない。絶対にね。別に惜しくもなんともないさ。舞台上にも舞台の下にもさんさんと輝く役者や物語なんかいくらでも転がってる。今回だって十分な収穫を得られて、もう元は取れてるしね。こんなに華麗で盛大な方法で過去に別れを告げられるなんて、まったく羨ましいよ。そうか。
もう新しい舞台を楽しんでいるようで安心した。この公演が完璧な幕を閉じられるよう心から祈っている。さて、私はスケジュールの調整をしてこよう。決まり次第劇団に手紙を送る。ありがとな、ヌビレット。気にするな。かつてフリーナのパフォーマンスに夢中になっていたものは数知れない。かくいう私もそのうちの一人だ。それらの愛は偽物ではないことを彼女にも分かってほしいものだな。情熱に満ちた説得のもと、ヌビレットはようやくこの特別な公演のために舞台を提供することを約束してくれたのさ。このチャンスを勝ち取るのは実に大変だったが、僕たちはついに華々しいステージに必要な全ての要素を手に入れた。感動的なストーリー、壮大な舞台、そして感情あふれる役者たち。共に奮闘しベストを尽くそうじゃないか。本当によかった。なるべく早く結末をまとめよう。そうすれば稽古時間が増える。さっきビルマントと細部について話し合ったんだ。今なら観客の感情をより揺さぶるものが書ける気がするよ。ちゃんと話ができたのか。よかったぜ。演出はコミュニケーションなしでは成り立たないからな。はぁ、数日前まではこんな状況や雰囲気になるなんて想像もできなかったな。うんうん、相変わらずフリーナは大げさだけど、みんなのやる気を動かしてくれたみたいだな。できるだけたくさんアドバイスをもらえると助かる。あなたたちの感想はとても大事なんです。さあロウィック、オープニングの稽古を始めるわよ。呪われたコリオは生命の水を全て持ち去ったのだ。彼女は嘘つきだ、罪人だ。これは彼女とは関係ない。愚昧で亡霊なものが一体どうして水の調和を取り戻せるだろうか。こいつは利用価値がある。コリオはきっとこいつのために姿を現すだろう。さあ遠く羽ばたけ。二度と戻ってくれるなよ、水の娘。
フォーマンスだった。こんなにいいものを見たのは久しぶりだよ。はあ、でも、もうすぐあいつの出番だぞ。どうするんだ。よりによってこんな時に。ドルフィ、どうした？そろそろ出番だぞ。おい、まさかこんな時にあの特効薬は効かなくなったのか。あの薬、効果がどんどん薄れてたの。だから量を増やすしかなくて。なんだって、治療用の薬じゃなくて緩和するための薬だったってことか。この公園を乗り越えられるならどうなったってよかったの。ドルフィ、なんで自分の体を大事にしないんだ。ごめんなさい、みんなの努力を無駄にしちゃった。今は言い争ってる場合じゃないな。主役がいないんじゃ劇を終わらせられないぞ。フリーナさん、お願いがあります。もう休むといい。何が言いたいかは分かってる。君はもう舞台に上がらなくていいんだな。あ、僕ですか。はい、まだ一つセリフが残ってますが、もうメインの出番は終わりました。あとは声が似てる団員に任せても問題ないと思います。なら彼女を治療に連れて行ってやってくれ。最後のシーンは僕が歌おう。うわぁ、まったく、結局こんなことになるなんて。ありがとうございます、フリーナさん。原則を破らせてしまって、ごめんなさい。今更そんなことを言ってもしょうがないさ。元はといえば、僕が自分から首を突っ込んだんだしね。後悔を好む人はいない。僕だって同じさ。任せたまえ。君たちの稽古は何度も見てきたんだ。コリオの役なら、もうよく知っている。演技については全く心配なんてしていません。ただ、これは団長の名を捧げる公演。一つ、質問させてください。コリオが光り輝けるのは、なぜだと思いますか？それは、彼女が単純だからさ。どれだけ苦痛と孤独を味わっても、彼女は世界の美しさを疑わなかった。はい。アレリー団長の名をお任せしますね。
奴は来るのか？いつ来るんだ？彼女は来ないぞ！いや、来た！願いはどうなる？私の願い、人として生きるというのは秘密を隠し苦痛を味わい孤独と共に歩むこと。それでも君はそれを望むのかい？違いじゃないよ。あれってフリーナ様か？だいぶ長いこと姿を見せてなかったのに、どうして急に？それにしても演技はまるで色あせてない。相変わらずすごいな。水の娘コリオ役、アレリー・フェイム。名前が違うぞ。どうなってんだ？わからない。まさかただのそっくりさんか？だいぶ長いこと姿を消してたし、僕の名前も使ってないから大勢にバレるってことはないだろう。けど仕方ないこととはいえ、せっかく決めた原則を破ってしまったのは惜しいな。まあこうやってまた舞台に上がった感覚は結構楽しかったけど、最後にスペシャルサンクスとして、本公演のステージの手配をはじめとする演出顧問を務めてくださったフリーナさんに感謝を。ちょっと話が違うじゃないか。ほら、やっぱりフリーナ様だ。戻ってきてくれたのか。わあ、まったく相談もなしに。
まあまあ、そう怒らず。これはみんなで話し合って決めたんだ。フリーナ様のやってくれたことをなしにしちゃいけないって。舞台上でも舞台裏でも仕事をした全員が認められるべき。これは古くからフォンテーヌにあるルールだろ。そのルールは知ってるけど、でも、でも、実際の状況を考えるとだな。僕はまだ心の準備ができてなかったんだぞ。ひひ、オイラも大丈夫だと思うけどな。そんなに簡単に言うのなら、僕の代わりにサインしてよ。それよりさっきはオイラも焦ったぞ。予定した位置に飛んでって神の目の小道具を落とそうとしたら、まさか本物が出てくるなんてな。それは、どうして現れたのか僕にもわからない。幸い最終的な演出としては悪くなかったけどね。観客もきっとあれほどリアルな小道具は見たことがなかっただろう。そうだ、ドルフィーの容態は？舞台の清掃が終わったら急いで見に行こう。ああ、公演が無事終わったことも知らせてあげないとね。何はともあれ、これでやっと閉幕だ。フリーナ様がどこにいるか知らないか。サインが欲しいんだけど、どこかな。最初の役者さんも歌が上手だったけど、どうして急にコリオの演者を変えたのかしら。さあ、そういう演出だったのかな。あんまり知られてない小さな劇団なのにあんなにいいなんて。てっきり大舞台に飲まれちゃうんじゃないかと思ってたわ。ああ、まだ完璧とはいかなかったが、感情に満ち溢れていて記憶に残る舞台だったよ。まさかフリーナ様のパフォーマンスをまた見られるなんて。チケットを買ってよかったぜ。そうだな、昔のことはさておき、舞台上の彼女は相変わらず完璧だ。ああ、お疲れ様。本来の薬を飲んだら病状も安定したよ。でも今までの感じからすると、あと 2,3 日は休む必要があるだろう。公演は順調だった？お客さんたちの反応はどうだった？安心しろ、すごく順調だったぜ。アドリブとかもうまくいったし、明日にでもスチームバード新聞で見れると思うぞ。よかった。結局舞台に残れなくてごめんなさい。最初から強がらなければよかった。
いいんだ。幕を閉じるときに彼らが言っていたように、仕事をした者は全員が認められるべきだよ。最後まで演じられなかったとしても、君の演技はみんなから認められた。当然君も記念公演の大事な一員さ。はい、いろいろありましたが、やっと終わりました。私、生まれてからずっと運の悪いことばかりで、人生にそれほど期待なんてしてなかった。もう満足です。また運のせいにする。君が無茶さえしなければ病気だってこんなことには。勘弁して、今は喧嘩する気力もないの。仲がいいんだな。誰がこんなやつと。喧嘩し足りないくらいよ。これからどうするんだい。公演は成功したし、君たちの名はすぐにフォンテーヌに広がるだろう。解散する必要はないと思うけど。それに今回の反響を利用して、大きな劇団に水の娘の上演許可を与えれば、経営状況も大きく改善されるだろう。いえ、やっぱり解散します。ああ、約束だしな。俺はこれ以上お前たちと一緒にいるわけにはいかない。縁があったらまた。おい、そんなに急ぐなよ。もう僕は芝居を続けるよ。他の劇団に行くつもりだ。フリーナさんの演技を見て、なぜアレリーがあれほどミュージカルに没頭してたか分かった気がするんだ。あなたらしいわ。私も歌い続けたい。でも体がね。今さら分かったか。はあ、君はまず体を治してからだ。フリーナさんはこれからどうされるんですか。実際消息を絶とうと考えたところで、指導を求めに来る人であふれるだろうね。君たちのスペシャルサンクスとやらのおかげでね。すみません。いいさ、謝る必要はない。僕が言いたいのは、つまり今回舞台に戻るのもそれほど嫌じゃないって思えたってことさ。もしかしたらヌビレットが言った通り、コリオというキャラは僕にぴったりなのかもね。もう他人は演じたくない。だけど自分を表現したい気持ちはある。きっとこれが僕の新たな舞台なんだろう。ああ、
僕はかつて仮面をかぶった役者で、でもそれは真実を隠したいだけだった。これからは人と人の間にあるリアルな物語をもっと感じたいと思う。彼らがどのように咲き、どのように枯れ、そしてどんな物語を紡ぎ永遠に歌われるのか。君たちの団長もきっとこういうことに魅了されていたんだろう。もう抵抗感はなくなったみたいだな。それじゃあいろんなところを回ってみろよ。この世界はすっごく面白いんだぞ。約束だぞ。神のプレゼントが瞳だと言うなら、僕もその期待を裏切るわけにはいかないさ。さて、僕は荷物をまとめて離れるよ。スチームバード新聞の取材も控えてるんだ。この度は手伝ってくれてありがとう。あんたらがいなかったらあんな完璧な公演はできなかった。アレリーに別れを告げるチャンスをくれて本当にありがとう。惜しくないって言ったら嘘になるわ。でも僕たちだけの物語を演じるチャンスはこれからだってまだまだあるさ。肩の力が抜けたらなんだかクラクラしてきたぜ。本当に手伝ってくれてありがとう。劇団に入った頃のモチベーションを取り戻せた気がする。もう遅いかもしれないけど、今回の経験は一生忘れられないだろうな。もしかしたら僕はこういう力に憧れていたのかもしれない。皮肉だよね。今はまだ神からの贈り物に過ぎないけど、なんだか運命を自分の手で握っている感じがするよ。人間もそうなのかい？有意義な協力関係を築こう。